にわたり、やばい、これちょっと待って。皆さんおはようございます。ポテチン TV のポテチンでごじゃる、いつもご視聴いただきありがとうございます。へいし、海おはよう。へいし、さあ南国鹿児島も朝夕がだいぶ寒くなりました。お魚が美味しくなる季節でございます。てなわけで本日も石田釣り、主役が映らない石田釣りです。私じゃないからね、主役こっちだから。てなわけで今回もでっかいしましま石田釣りたいなって思ってます。金和さんはねちょっとこの時期難しいかなって思うので、まあとりあえずしましま釣りたい。はい、ということで皆さん本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。触り心地いいよこれ。よし、やってこ。あ、うん、あ、いや、なんか当たってるよ。朝一で当たってるってる。しかもなんかコッパっぽくない当たりだよね。この間古式島に行った時にトッポガニで結構いいツッコミを見せてくれたので、今日もトッポガニ持ってきたんですけど、一応朝1投目は様子見としてガンガゼをつけてあります。本当はね、ヤドカリ持ってきたかったんですけどね、ヤドカリちょっと手に入らなかった。なんでヤドカリってあんな高いんだろうね。決して文句を言ってるわけじゃないですからね。お、いいぞ、いいぞ、いい当たりだぞ。ヤドカリね、育てようかな。なんか、岸辺とかでこうちっちゃいのを拾ってきて、衣の水槽で育てたら途中で食べられそうだから、大きくなるまで育てようかな。いいですね、朝一からこれだけ食い気があるのは素晴らしい。あ、これ入るんじゃない、これ入るんじゃない。叩かないからガキじゃないと思うんだけどな。今日もね結構大きいガンガゼ持ってきたからね。うわあ、もうそろそろ食べ終わる。朝早いからゆっくりゆっくりご飯食べてるんでしょうね。いいと思うよ、朝から早飯は良くないよ、胃がね、胃の調子が悪くなるから。ゆっくり味わって食べてください。そういえば最近赤ブダイ食べてないな。いや、まあ石鯛は釣りたいんですけど、石鯛釣りしてて大体ねこれぐらいのね赤ブダイっていうのが釣れるんですよ。あれもねフライにしたら美味しいんですけどね、最近釣ってないな。今ねガンガゼ回収したら芯までちゃんとかじってたから、いるよ石物。うわ、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 入るか、入るか、入らないのか。走れ、
走れ走らない走れ。おお、なんか来たぞ来たぞ。バン来たぞ。なんか餌取りがいないのかな。餌取りがいないからすごいゆっくりのゆっくりゆっくりのんびり食べれてるのかな。慌てずに。ああ来た、当たってるってる。うわなんかさっきと当たりが変わった。なんか餌取りが入ってきちゃったのかな。ちょっと当たりが遠のいたなと思ったから棚を少し変えたら全く当たらず、戻したらなんか違う当たりになりましたね。まあでも近くにいるでしょうきっと。トポガニつけてやったぜ。ああ食い気があんまりないかなと思ったからちょっとスイッチオンさせるためにトポガニつけてやったぜ。ワイルドだろう古いとか言っちゃダメだけどでもなんか1ヶ月ぐらい前に出てたよテレビ。コーラは持ってなかったけどね。そういえば今ちいかわとコカ・コーラコラボしてる、おいコラボしてるんだって。みーちゃんから LINE が来た。なんかクリスマス用のオーナメント、なんかクリスマスツリーに飾る用の靴下みたいな形した巾着4本買ったらもらえるらしいよ。あとスキヤもね、ちいかわとコラボしてんだよ。みんな知ってる？スキスキセット頼んだらおもちゃ1個もらえて、ちいかわのマグネットがついてるらしい。トポガニお気に召さないのかな。日も結構昇ってきたから魚たちも起き始めましたね。もうだいぶかじられてますね。うん、呼んだら来た。こい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 。新しい魚を呼び寄せるポーズができた。こい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 。返事してる虫が寄ってきた。うわわー魚も寄ってきたなるほど。うわわー、うわあ来た。あよし来た。かかった、早かった。よし、あちっちゃいし、うわ風の芯だけつけたのにすごいね。芯食べるんだ、乙女ベラだよね。こんなちっちゃいのにはい、乙女ベラだよね、合ってるよね。すごい肌ね。ガンガゼの芯食べるんだね。ああお家帰ろうね。はい、リリースしたいと思います。ちょっとここ高いので水汲みバケツに入れてリリースします。おっとっと、ああ波すごいな。あ、いなくなった。ああ、よかったよかった、泳いでた。バイバイ。
無事に帰りました。ずっと乙女ベラだったのかな、まさかね。いや、大きいのがいるのを信じて。よっ、よし。さあ、この後ものすっごいお魚が釣れるんですけど、その前にすっごく久しぶりのポテチン図鑑のお時間です。久しぶりすぎて何の魚を描いていいかちょっとよくわからなくなったので、思い出したやつを今回は描きました。まず1匹目、じゃーん。 This is バウエ。ザに×がしてあるのはちょっといろいろありまして、なんかあの This is ザバウエなのか This is アバウエなのかどっちなんだろうって思って、なんとなくザにしてみたんですよ。でも本当に合ってるのかなと思ってポコタンに聞いたら、バベっていうのは固有名詞なんだよね、じゃあザもアもいらないよって言われたから、ブブー、最初から聞けばよかった。また一つ賢くなりましたよ。皆さんも覚えてくださいね、固有名詞にザとかアはいらないらしいよ。説明がすっごい上手だったけど、私が言っても何言ってるか分かんないよね。次、2匹目、じゃん。サザナミフグ。なんか名前いいよね、さざ波だって。さざ波のように泳いでるんですかね。フグって基本的になんか泳ぐの下手くそなんでしょ、なんか下手くそそうなこうヒレしてるよね。でね、このさざ波フグってあの このね、鼻のね、ここの部分にね、なんかねヒョンヒョンってね黄色いヒゲみたいなの生えてた。魚の体って不思議がいっぱいですよね。あ、フグにもね、いろんな種類がいるから見てて面白いですよね。そして3匹目、今回これ最後、エソ。字が汚すぎてソなのかソなのかウンなのかちょっとよくわかんないけど、うん、エソです、エソ。なんか、うん、ボート釣りしてって釣れたやつだけど、特徴が口がでかい口が結構あのうわって裂けてたからちょっと大きめに描いてみた。これまでね、たくさんポテチン図鑑のお魚描いてきたんですけど、これ最終的にどうしようかな、図鑑。あ、そう、以前視聴者の方がですね、この私の書いた図鑑の魚たちをカレンダーにしてほしいっていう方がいらっしゃったんですよ。カレンダーか、まあ、でもあの釣り具屋さんとかにあるじゃないですか、なんかあのその季節に釣れる魚がこう乗ってて下にこうカレンダーが塗ってるやつだからね、その時期に釣れる魚を全部私がこれ書き終わったらカレンダーにしてみようかな。欲しい人いる？いる？下手くそだよすごく下手くそだよだってクレヨンで描いてるからね。それでは石田絵釣りの続きご覧ください。すっごいのが、すっごいのが、すっごいのが来ますよ。なんだこれ。
たりいいやつ。あやばい、これちょっと待って。サイズアップ。とりあえず見よう。もう久しぶりに乗されまくってましたね。最初のラインの出方がやばかった。だってドラグ結構締めてたんですよ。それであんだけ走ったからどんなもんが上がってくるかと思ったらこんなもんが上がってきた。ああはいはいはい、ごめんねごめんねごめんね。やばいやばいやばい。よいしょ。でっかいヒブダイ、はい、でっかいヒブダイ釣れた。サイズ測ろう、とりあえずサイズ測ろう。よし、これね、これね、私もう見てわかるよ、自己記録更新やったぜ、万歳。あ、待ってね、ヒブダイちゃん待ってね。のすごい声出た、すごい。よし、はいはい、うっ、あ、65センチ、えっ、すいません、65だ、65。ヒブダイのメス持って帰って食べたいから。ありがとうね、すごい楽しかったよ、すごかったよ。大丈夫。あ、大丈夫。大丈夫ってやってた。はい、餌もすべて使い終わる寸前で大きいヒブダイ釣れました。よかった。今日も楽しい釣行でした。ありがとうございました。本当になんかこんな。こういうね、ベラも嬉しいですよ、釣れればね。ベラで石田釣りが終わるかと思ったけど、最後の最後で嬉しいお魚が釣れました。まあ、本命というか、まあ、本石は釣れなかったですけれども、ヒブダイもね、すごくフライにすると美味しいので、持って帰ってみんなに食べてもらいたいと思います。先ほど体力
グーじゃなかった。身体測定をした結果、65センチのヒブダイのメスですね。あのカラフルな綺麗なオレンジ色のは65センチ、ヒブダイのメス。おお、すごい引っ張ってるびっくり。ストリンガーめっちゃ引っ張ってる。元気です。65センチのヒブダイは私の自己記録更新のサイズでございました。ありがとうございます。なんかね、体調もっとあるかな、あんだけ走ったからもっと大きいかなって思ったけど、やっぱ分厚いんですよねこれこれぐらいあったんじゃないかな。こんなこんなんあったよ。すごいですね、お魚ってね。さあ、秋磯まだまだ続きます。鹿児島は、まあ、暖かい方なので、12月の後半ぐらいまで秋磯かなって私の中では思ってます。で、あの屋久島とかの方に行くと1月2月ぐらいまでもう全然、もうなんかね、年中イシダイ釣れるところですもんね。すごいよね。まあでもまだまだ鹿児島でもイシダイ釣れる時期なので、秋磯楽しみでいきたいと思います。それでは今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。ポテチンでした。何だったの今の。ポテチンでした。またね。バイバーイ。ありがとうございました。また来ます。絶対また来ます。また大きいの釣ります。